皆さんこんにちは。ロックバンド爆竹のボーカリストであり、圧倒的なカリスマ性で30年以上もの長い間ロック界の第一線に君臨し続けた桜井敦司さん。10月19日午後11時19分脳幹出血のため死去しました。爆竹の顔ともいえる桜井敦司さんのあまりにも早すぎた最後、桜井敦司さんがどんな少年時代を過ごしたのか、生い立ちや父母兄弟との関係、結婚した女性について調査しました。またこの桜井さんの訃報に元チャゲアスの飛鳥さんが意味深なコメントを残していますのでご紹介していきます。まずは桜井敦司さんのプロフィール経歴から見ていきましょう。名前桜井敦司、生年月日1966年3月7日、出身地群馬県藤岡市、血液型O 型、身長177センチメートル。1984年全身バンドである避難号 GO が結成され、翌1985年に現メンバーで爆竹を結成しバンド活動を開始。インディーズ活動を経て1987年9月にメジャーデビューを果たしました。シングル Just One More Kiss、 悪の花など数々のヒット曲を世に送り出し、爆竹現象と呼ばれる一大ムーブメントを巻き起こしました。桜井敦司さん個人としてはデビュー17年目の2004年に初となるソロ活動を本格的にスタートさせ、シングル「サクリファイス」をはじめ3枚のシングルと1枚のアルバムをリリース。爆竹の作詞を担当しており、何年経とうとも色あせることのない大敗的な美しい世界観を作り上げています。次に桜井敦司さんの生い立ちを見ていきましょう。群馬県藤岡市出身で、群馬県立藤岡高等学校で高校生活を送りました。高校時代は他校の友人ばかりで、学校では一言も口を聞かないことが多かったようです。高校3年生の時に仲間が傷害事件を起こして警察沙汰となったことで、つるんでいたグループの仲間と疎遠となり、その後学校に友人ができたことで運命の出会いを果たします。タバコ屋今井商店の息子であった今井久志、そしてそこをたまり場にしていた星野秀彦や樋口豊と出会い、爆竹の前身バンドとなる避難号 GO を結成しました。高校卒業後一度地元の自動車部品メーカーに就職したものの、退職して上京しバンド活動を本格化させました。初期はドラムを担当していましたが、さまざまなバンドのボーカリストを見て、俺ならもっと上手く見せられるという思いを抱き、ボーカリストになりたい気持ちが強くなっていったため、ボーカルの前任者が脱退したことにより、ドラマーからボーカリストに転向しました。新たなドラマーには地元でくすぶっていた八神徹が迎えられ、現メンバーで爆竹が結成されたのです。次に桜井敦司さんのご家族についてです。桜井敦司さんの父親は暴力的で DV をすることが多々あり、家庭環境に問題があったことはファンの間では有名です。母も自分も父から暴力を振るわれていたようで、少年時代の桜井敦司は父親に恐れを抱き、静かに過ごすことを徹底していました。高校生になった桜井さんは体も大きくなり、父親を殴ってやろうと思ったこともあったようですが、殴ったら全てが壊れてしまうんじゃないかと思い、殴ることができなかったという複雑な気持ちを語っています。暴力的だった父は桜井さんが上京する前後に亡くなり、母親はバンドがブレイクした頃に亡くなりました。桜井さんは二人兄弟の次男で兄がいます。父親という大黒柱を失った桜井家を支えたのは兄弟二人の中でも兄だけだったといいます。遊びほうける弟と家族を支える兄、次第に2人の間には亀裂が生じ絶縁状態が続きました。10年前後で和解し、桜井敦司が「笑っていいとも」に初出演した際には兄から大きな花輪が届いていたことはファンの間でも有名です。現在は良好な関係を築いている桜井兄弟ですが、仲が良いだけではない複雑な関係を経て今があります。外国の血が入っていてもおかしくない日本人離れした美形で国籍不明の美しさを持つと言われた桜井さん、魔力的な妖艶美を持つ彼ですが、
やはりその美しさからハーフではないかという疑問が浮上することも。ハーフ説が浮上する桜井篤ですが、父母ともに日本人で、ハーフではなく純日本人です。ハーフではない純日本人で、この美しさはまさに日本の宝と言ってもいいかもしれません。寡黙なボーカリストと呼ばれ、カリスマ性があり孤高の存在のイメージがある桜井さんですが、その性格は実はギャップの塊です。料理が苦手で、カレーを作ったものの焦がして大失敗したことや、猫アレルギーにもかかわらず猫好きで、ファンクラブ開放に愛猫の写真を載せるなど可愛らしい一面があります。性格については自身でも神経質でネガティブな自覚があるようで、ポジティブになるよう言い聞かせていると本人が語っていました。続いて桜井さんの結婚した女性についてです。バンドの人気がどんどん伸び、これからもっと人気が出るという時に桜井さんの結婚が発表されました。1991年、スタイリストの一般女性と結婚することが発表されました。結婚した嫁はかねてから交際をしていたスタイリストの渡辺さゆりという方のようです。結婚してすぐに第一子が誕生したことから、最初の嫁とは出来婚だったようです。子供が誕生してすぐの1992年に離婚してしまいました。離婚理由については明かされておらず、現在も謎に包まれています。その後長い間独身だったため、このまま結婚はせず独身を貫くのかと思われていましたが、離婚から12年経った2004年に一般女性と結婚しました。ただライブなどでも一切嫁のことを語っておらず、再婚から16年経った現在も情報は全く出ていません。再婚した嫁との間には子供がいるのかいないのか、プライベートな情報は一切漏れておらず不明です。桜井篤さんは前妻との間に1991年に子供が誕生していますが、その息子と現在どのような関係なのか謎でありました。ロックミュージシャンで、最初の嫁との間に子供が生まれてもすぐに離婚してしまう方は多く、隠し子の行方もファンにとっては気になることです。ミスチルの桜井和寿さんは、娘が大きくなるまで頻繁にデートをし、ルナシーの杉蔵さんも、娘が成人するまで父とのして責任を成し遂げました。人の良さそうな桜井篤さんが実は別れた嫁との間の子供と疎遠だったとしたら、かなり残念ですから。しかし最近になって、桜井篤さんの前嫁との子供の意外すぎる現在が明らかになりました。なんと小説破局で第163回芥川龍之介賞を受賞した遠野遥香さんが桜井篤さんの息子だったとニュースになったのです。親子云々以前に、異ジャンルの2人の対談としても価値があるとされていました。発売になった文芸2020年冬季号では、生まれながらの影響、抱きしめたいほどの虚無と題して、2人の親子対談を掲載してます。対談の中で違和感があるのがお互いの呼び方です。親子関係でありながらも、桜井篤さんは息子を遠野先生と、一方の遠野さんは父桜井篤さんを桜井さんと呼び合っています。やはり最初の嫁との子供だったということで、一緒には住んでいない様子でした。息子の遠野さんは爆竹を小学生の頃から聞いていたそうです。遠野さんは爆竹の音楽をダークな世界観が確立されているバンドだなと思っていたんですと評価してます。それに対して父の桜井さんは、ありがとう、感激しちゃうなと答えています。実は桜井篤さんが前妻との間に産んだ子供をめぐっては、あるバンドマンが候補に上がっていました。その方とはバニルというバンドのボーカル、レオニールさんです。というのも、容姿が若い頃の桜井篤さんにそっくりだったということ、そして1991年に生まれたならば年齢的に妥当だったということで噂されていました。爆竹のファン的には、レオニールさんが息子である可能性は低いと見てましたが、肝心のレオニールさん側は桜井さんの息子の噂を公に否定することもありませんでした。一部では売名行為だと揶揄されることもありましたが、もともとレオニールさんは余計な言及をベラベラしないミステリアスな世界観を構築してるので、本当は否定したいけどあえてしてこなかった可能性もあります。そうでもなければ
ただの売名と思われても仕方ないですが、芥川小説家の遠野遥香さんが息子だと公表されたということで、レオニールさんの息子説は完全なガセネタであったことが分かりました。長く混乱してた方、疑って気分悪かった方、信じていた方、それぞれいたと思いますが、これですっきりしたことでしょう。次に桜井さんの晩年についてです。晩年は、桜井さんは爆竹の所属事務所である有限会社バンカーの2代目代表取締役を務めています。2015年には桜井敦史さんが中心となってザ・モータルというバンドを結成、多方面で活躍されています。爆竹の活動も変わらず継続されているようです。しかし桜井敦史さんは体調不良のため、同日に行われたファンクラブ会員限定ライブフィッシュタンカーズオンリー2023を中断したと以下のように報告していました。本日の公演と明日10月20日の公演は開催を見送りとさせていただきます。楽しみにしてくださっていた皆様、並びに関係者の皆様には大変なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。また今後の公演につきましては改めてお知らせをいたします。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げますとしました。観客によれば1曲目の時点で桜井さんは体調が優れない様子だったといい、2曲目で座り込んで歌い、3曲目終了後にはスタッフに抱えられ退場、桜井さんが救急搬送され、そのまま公演は中止となったといいます。レコード会社への取材によりますと、意識はあるが大事をとって搬送しましたと当時の状況を説明しています。桜井敦史さんは以前消化管出血と診断されています。消化管出血というのは文字通り口から肛門までの消化管部分に出血が起きていることで、この病気を発症すると吐血、黒色便、血便などの症状が見られ、吐血や黒色便については食道、胃、十二指腸といった上部消化管で出血した場合に見られる症状とされています。上部消化管での出血原因として挙げられるのは胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道静脈瘤、胃静脈瘤、出血性胃炎、胃がん、食道がんなどで、吐血や黒色便の原因として最も多いのが胃潰瘍や十二指腸潰瘍とのことです。また血便は小腸や大腸の下部消化管で出血した場合に見られ、原因としては大腸ポリープ、大腸がん、虚血性腸炎、薬剤性腸炎、感染性腸炎、潰瘍性大腸炎などとなっています。桜井敦史さんは搬送時どのような症状が出ているのかは明らかにされていませんでしたが、脳幹出血のため死去したことが10月24日に発表されました。死因は脳幹出血ということで、やはりずっと血液の病気だったのですね。この訃報に19年8月に人気音楽デュオチャゲ&アスカを脱退発表したアスカさんの最近の X の投稿が注目を集めました。10月24日の午後2時半ごろ X を更新し、ロックバンド爆竹の桜井敦史さん逝去のニュースを引用しながらこう綴りました。皆さん変だと思いませんか？何かが起こってると思いませんか？このアスカのつぶやきについてファンが、これは炎上してしまうだろうなと X 上で私見を述べると、アスカは炎上した方がいい、様々意見が交わされまたは情報にもなると反応。さらに同日の午後7時頃にも、ご冥福をなど言えない、本人は無念だろうに、このような場所では形式的な言葉でしかなくなる、この尖ったささくれだった気持ちの矛先、著名人とは特別な人じゃない、名前が知られただけの人、そんな人たちの死がこれだけ目立ってる、世間では目立たない死がどれだけ広がってるのかと、桜井さんの逝去についてと思しき投稿をしていました。しかしこの一連の投稿に飛鳥さんのもとには、人の死の直後で弔うことなくこういうポストするのは人間性疑う、自分の主義主張のためにあっちゃんの死を利用しないでほしい、本当にやめてほしい、こういう時は素直に冥福を祈るか黙っておきましょうよという声が集まりました。
アスカさんといえば、23年2月に X に、今、元気な接種者の方々、この自発型のワクチンから身を守るためには、イベルメクチン、漢方、食事療法などしかないんだ、と投稿するなど、これまで X やブログで、コロナワクチンに対して懐疑的なスタンスをたびたび表明しています。発言は自由ですが、発言するタイミングなどは、気をつけた方がいいとの声も聞かれました。多くのファンがいた爆竹の桜井敦史さん、改めてご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。